皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、スターデューバレー実況していきたいと思います。はい、ではね、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、ではね、13日やっていきたいんですけども、今日はですね、待ちに待ったエッグフェスティバルの日ですね。はい、スターデューバレーで初の町の町内のイベントなので、すごい楽しみです。はい、明日は、明日も晴れですね。はい、あ、ちょっと今日はエッグフェスティバルなんで、占いも見ときましょうかね。水晶球から輝きが見えます。未来の知識の一部ですね。どういうことだ。今日は精霊たちがとても幸せなようです。全力でみんなに幸運を振りまこうと言っています。エッグフェスティバルだからな。はい、2時からだったんですよね、確か。お、ハースニップができてる、イエーイ。2時からだったんで、2時までにね、この作物と水をあげたいと思います。でもイベントが終わったらね、多分もう夜になっちゃうと思うんですよね。牧場物語と多分一緒だと思うので、なので今日1日でやらなきゃいけないことはね、イベントの前にやらなきゃいけないので、ちょっとね、急ピッチでやっていきたいと思います。で、まだね、全然時間があるので、ちょっと牧場をね、やっていきたいと思いますね。あ、当たり前、おはよう。ちゃんとね、犬とスキンシップを取っておかないとね、懐いてくれないと思うので。はい、ではね、ひたすらちょっと牧場のね、仕事をしたいと思います。よいしょ。確かね、鳥小屋を建てるにはまだ石材が足りなかったんだと思うんですよ。あ、今始まったって教えてくれましたね。え、優しい、優しいですね。そろそろやばいな。ちょっとまだもったいない感ありますよね。ちょっと上から行こうかな。作物があるでしょうか。なんでや。え、ないじゃん。なんで。来ちゃった、来ちゃった、着いちゃった。もうちょっと見て回りたかったんですけどね。みんないますね。元気、子供が遊び回っている。全部取っちゃう前に卵を見つけられたらいいな。あ、私ね、エッグフェスティバルの内容全く知らないんですよ。卵を探すんですかね。エッグハントはいつ始まるの。すっごく楽しみ。エッグハントをやるんですね。エッグハントってなんだ。子供たちはこのお祭りをずっと前から楽しみにしてたのよ。こうやってみんなで集まるのがいつも楽しみなの。こうしてるとね、他人のみんなが一つになってる感じがするから。祭りのためにうちのメンドリたちは残業する勢いで頑張ったんだぜ。だからボーナスをやらなきゃな。今夜の朝はボールいっぱいの甘いトウモロコシだ。みんな料理を楽しんでくれてるかな。今日のために何日も準備してきたんだ。へえ。目玉焼きだろ、ゆで卵、ポーチドエッグにデビルドエッグ、スクランブルエッグ、チョコレートエッグ、他にもいろいろあるよ。全部卵やないかいっていうね。まあエッグフェスティバルなんでね、全然いいんですけど。うちに料理はあるかい。え、それだけ。私と話したい人なんて誰もいやしないよ。今日はただデビルドエッグを食べに来ただけさ。え、そんなことないよ、私は喋りたいよ。へへへ、フルーツポンチにいいもん入れてやったよ。やばいよ、絶対。し、あんたと私だけの秘密だよ、わかるの。え、怖いよ、何入れたんだよ。卵か、食べ物として見ると不思議な気分になるよ。どういうこと。あ、命だからってことか。
春が忙しい時期なんだ、だから休みの日にこうやって友達と会うのも楽しいんだよね。アビーはエッグハントが大好きなの、小さい頃からずっとね。へえ。時々卵を上手に隠しすぎちまってね、誰も見つけらんないことがあるんだ。で、夏が来るだろ、そんで辺りが暑くなると硫黄みたいな匂いがプーンと。へへへ。あ、あの卵を隠して誰も見つけられなかったらってことなんですね。足が悪くても町の祭りごとには欠かさず参加するのさ。いいですね。あ、この人ちゃんと町のイベントとか参加するタイプの人なんですね。なるほど。何これ何これ、写真撮ってくれるの。え、何これ、あ、ちょっと待って、いけない、あ、難しい、あ、難しい、これ私が下手なのかな、いけないのかな、無理なのか。あ、待って、もういけそうだった。イエーイイエーイ、お祭り楽しんでる感ありますね、イエーイみんなエッグハントの準備が、あ、まだです、待って待って、まだ全員と話してないから。エッグフェスティバルへようこそ。うちで飼ってる血統書付きのメンドリたちのおかげよ。ヴィンセントはこの祭りが大好きなの、あの子が楽しそうにしてると私も嬉しいわ。夜明けからずっと卵の色塗りをしてたわ。私にはずっとこれがこの季節のお気に入りなんだ。卵に色塗るんだ。え、これは、あ、さっき話したパムだな。これは、うーん、このフルーツポンチ信じられないくらい美味しい。お、パムが入れたものはいいものだったんだ。長い目で見ると適度に休んだ方が仕事ははかどるものさ。エリオットは何の仕事をしてるのかがね、本当に気になる。あ、ここにもいっぱいいました。昔は腐った卵を投げて遊んでたんだ。ルイス町長にすぐやめさせられたよ。エッグハントってお宝探しみたいじゃない。グズな、鼻がアレルギーなんだそうなの。え、何のアレルギー。卵、卵アレルギーとか、鼻、花粉症、何なんですかね。なんかいいムード、すごいいいムード。これ卵は毎日3つ食ってるんだ。足を鍛えるならタンパク質は大事だからな。まあ、若いうちはね、いいけど、年取ったら卵毎日3つも食べちゃダメだよ。このお祭りもいいけど、でも私今度やるフラワーダンスの方がずっと楽しみなの。フラワーダンス、あ、でもヘイリー美人だからね、さぞ綺麗なんでしょう。ちょっと今日はイベントだからゴミ箱遊んない方がいい気がするやめとこ。あ、こんなところにもいた、どうも。卵はとても優れた栄養バランスを持つ食材なんだ。おっと、今は医者の仕事から頭を離した方が良さそうだね。多分エッグハントは卵を探すんですね卵を探すお祭り、お宝探しみたいなやつなんだな、きっと。さっきお店があったんですよ、ここにね。いらないな。ウサギのぬいぐるみ、高っ。あ、待って、イチゴの種だって、これ買えるんだ。春の作物育つのに8日かかる。あ、繰り返し収穫ができる。おー、どうしよう。あれ、今日何時だっけ。今日13日でしょ。8日だから、まあ育てられなくはない、育てられなくはないね。買おうか。ここでしか買えないのかな。シーズンプラント、季節に合わせて変化する観賞用植物。え、これちょっと欲しくない。これシーズンプラント、え、大きいかちっちゃいかってことですか。これは、え、ちょっと気になるね。え、どっち買ったらいいんだろう。水やりの必要がない。え、ちょっと欲しくない。大きい方がいいよね。え、ちょっと買っちゃおうかな。ちょっと買っちゃおう。シーズンプラント、お家のインテリアに買っちゃいました。いちごの種もね、欲しい。で、これ繰り返し収穫できるって書いてあるんですよ。だからちょっと来年の分も買っちゃおうかなって今思った。多分ここでしか買えないんだと思うんだよね、イチゴの種。だから来年分も買っちゃうってことで9個。え、買いすぎ。いや、いいよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 これ来年分ね。え、やばこれ来年分で、今年の分も3個ぐらい。3個でいいか。
かも。ちょっとカエルだけ買うか。このぐらいにしとこう。6個買いました。はい、え、無一文になっちゃったけど、いや、いいでしょう。うん、いいと思う、全然。よし、こういう時にはね、惜しみなく使った方がいいんですよ、多分。なんで、じゃあこれで準備できたよ。準備できた。え、また、あ、やばいやばいやばい、あ、見過ごしてた、やぶね。みんなして何をそんなに楽しそうにしてるんだ。うん、卵、なんで卵なの。このお祭りは私が物心つく頃からの伝統行事なんですよ。伝統は今と昔を結びつけてくれるから、なんだかほっとしますね。はーい、みんなエッグハントの準備ができたと思うかね。うん、始めよう。どんななんでしょう、どんなことするんでしょうね。さあ、いよいよ今日のお待ちかね、年に一度の春のエッグハントだ。あ、子供が飛び跳ねてて可愛い。まあ子供たち落ち着いて、そのエネルギーは卵を見つけるのに取っておきなさい。豪華商品をゲットするのは一番多く卵を見つけた人だぞ。卵を多く見つければいいのね。 OK。 それではみんな準備はいいかな。 OK。 エッグハントスタート。あー、やばいやばい、待って、1分だ、1分、やばくね。ね、どんなの、まずどんなのか分かってない。あ、あったあった、これじゃん、これじゃん。オッケー、ゲット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 。あ、やばいやばいやばい、まずまずまず、どこにあんの、どこにあんの、全然分かんない、全然分かんない、どこどこどこ。あった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 、やったやったやった、あったよあったよ、あった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 、これでしょ。よし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 、20秒だって。え、待って待って、3つしか見つけてないよ。なんか分かんない、3つが多いのか少ないのかが全く分かんない。あった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 よあった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 よ。え、待って待って、バカバカバカ、え、嘘、何これ、絶対卵だよこれ。あ、しょ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 、4個4個、まあ、これ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 、よし、5個。あー、もう1個あったもう1個あった。あー、5個ってどうなんだろう。え、でも結構頑張った方じゃない。なんだ5個って。いや、たくさん集まったな。ゴミ拾いもこれくらい熱心にやってくれたら、ここもジェム海沿いで一番綺麗な街になるのにな、はっはっは。さて、それで今年のエッグハント優勝者は、え、ドキドキ、アビゲイル。うーん、くっくり。え、何個何個、これは商品だ、アビゲイル受け取ってくれ。え、何個何個何個取ったの、アビゲイルは。私のエッグフェスティバルはこれでおしまいだ。来てくれてありがとう、みんな。え、教えてくれないの。わー、楽しかった。でもなんかこういう街のイベントっていいですよね。とりあえず寝ましょう。はい、ということでですね、今回はエッグフェスティバルをね、実況いたしました。はい、エッグフェスティバルね、すごい楽しかったですね。なんかみんなと話せたし、みんなのなんかいろんな一面を見ることもできましたし、あとエッグハント、あれちょっと楽しかったですね。ただ1分間で何個取れば優勝だったんだろう。アビゲイルが優勝したんですけど、アビゲイルが何個卵を取ったのかっていうのはね、教えてくれなかったんですよ。それがね、ちょっとね、うーんって感じなんですけど、まあでもね、あえて調べるようなことはしないですけど来年ね、多分またあると思うので、来年ね、頑張って優勝を目指したいと思います。はい、それではね、頑張ってやっていきたいと思います、これからもね。ということで、はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。